皆さんおはようございます。ただいまから総務消防委員会を開会いたします。本日は初めに行財政局関係で請願1件の審査を、次に総合企画局関係で報告1件の聴取を行うことといたします。従いまして行財政局及び総合企画局以外の局等の対して質問のある方、ただいま挙手いただいて、あらかじめ質問内容の申し出をいただきますようにお願いいたします。一般質問ね、橋村委員さん。消防局に、消防団の加入促進関連で、女性消防団員防火安全指導隊についてと、先ほど消防団の充足率 100% 達成についてと、学生の消防団への加入促進について質問したいと思いますので、お願いします。はい、樋口委員。選挙管理委員会に今回の総選挙での投票所の変更についてお聞きをします。はい、加藤委員。はい、同じく選挙管理委員会に今回の総選挙期日前投票について質問します。期日前投票、はい、以上ですか。はいはい、豊田委員。監査委員会事務局に、住民監査請求の、結果について。住民監査請求の結果ね、はい、以上でよろしいですか。はい、それではただいまお申し出のあった質問については、総合企画局の審査の後に、選挙管理委員会事務局に対しては樋口委員、加藤委員、監査事務局に対しては豊田委員、消防局に対する質問は橋村委員ということで、よろしくお願いします。なお改めて申し上げますが、選挙管理委員会事務局、監査事務局、消防局は関係する理事者のみの出席者とし、お申し出のあった方以外の委員の質問は当該質問に関連する内容以外は認めませんので、ご承知おき願います。なお10月24日の委員会で消防局に要求いたしました資料は各議員団室に送付いたしておきました。以上ご了承願います。それでは請願第45号宿泊税制度案の見直しを審査いたします。本件については9月司会の議案でありました議第76号宿泊税条例の制定についてに関連したものであることから、過日の委員会で留保となったものであります。その後本会議において当該議案は原案通り可決され、結論が出ております。つきましては本件については審議未了の取り扱いといたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。それでは審議未了といたします。以上で請願審査を終わりますが、この際危機管理官、監察官及び行財政局に対して一般質問のある方は、ただいま挙手していただいて、あらかじめ質問内容の申し出をお願いいたします。栗本さん、栗本委員、あ、うちの山田委員。謙虚やね。行財政局に対して、私有地売却に関わる一般競争入札の結果について質問させていただきます。栗本委員。先日の台風21号の、被害状況、について伺いたいと思います。台風の被害状況。他にございませんか。それではただいまお申し出のあった質問について、山田委員、国本委員、が行うことといたします。なお改めて、申し上げますが、申し出のあった方以外の委員の質問は当該質問に関連する内容以外は認めませんので、ご承知おき願います。それでは一般質問に関連のない理事者はこれで退席していただきます。ご苦労様でした。次の一般質問につきまして休憩せず行いたいと思いますので、ご了承願います。それでは準備が整いますまでしばらくお待ちください。
よろしいですか。はい、それでは一般質問を行います。はじめに山田委員、一般競争入札、競争入札、入札の結果についてどうぞ。はい、どうもおはようございます。平成29年の第1回私有地売却に係る一般競争入札の結果について、入札物件は右京区太秦一の一町24-1番、地籍は1824.39平方メートルで、予定価格5億4540万円の、土地の売却の結果ですけれども、これは日本Sリードという不動産会社1社の入札であったということでしたけれども、まあ、この予定価格に対してプラス 5円、5億4540万5円で落札されているようですけれども、この入札のね、案内、また入札に応募されていたその他の事業者など見に来られた方など、この一社に落札になった経過について最初にお伺いしたいんですが。岡田資産活用推進室長。はい、入札の経過についてお答えしたいと思います。これにつきましては、今年の8月24日に、一般競争入札を実施する前の候補発表をいたしております。その際には、入札日時を10月24日火曜日ということも含めて発表しております。その後、現地見学会を、9月4日の月曜日に行っております。この時には、10社程度の、会社の方が、現地に来られて説明を受けております。でその後、入札の申し込みを、受け付けを9月19日から9月22日の間行っておりますけれども、その間に申し込みがあった会社が5社ございました。で最終的に10月24日に、入札をしたんですけれども、その日に来られた会社が1社のみということでありまして、その1社が落札したということでございます。山田委員。結果と見に来られたのは10社ほどで、受付されたのが5社あったけれども、当日札を入れられたのは日本 S リード1社であったということで、結果として、他に入札される方がないのでプラス5円で落札されたということで理解していいんでしょうか。岡田室長。はい、その通りです。山田委員。この、物件はもともと右京図書館として使われていたところであります。三佐右京に図書館が移転したことに伴って平成20年に閉館されています。その後7年8年経過しているんですけど、この間全面前の道路がね、拡幅をされると、この工事も完成して、ちょうど向かいは太秦映画村、さらに北に上がりますと丸玉通りに接して、スーパー松本時和店が出店している場所であります。立地条件が非常に、優れた好立地の場所でありますから、教育財産のとしての活用や京都市としての公的な活用が望ましかったのではないかというふうに思うんですけれども、その辺の検討はいかがだったんでしょうか。岡田市長。はい、公的な検討もちろん当初はしておりまして、昨年の、11月に、他の右局も含めて全庁に紹介しております。その際、公的な利用の希望がないかどうかの紹介をしておりまして、最終的に、具体的にこういう用途で公的に利用したいという部局の回答がなかったということで、最終的に売却に至ったということでございます。山田委員。この間この場所は八川区保育園の建て替えに伴って、仮の園舎として、活用されるなど有効な活用十分できるところだったと思うんですね。昨年11月に一応紹介をかけておられるようですけども、この間7年余りの間も含めて、いろんな検討ができた可能性はあったというふうに思うんです。でかつ地元なんかの要望などについてはどのように聞かれていたのか、ご答弁お願いします。
岡田室長。はい、先ほど申し上げた通り、昨年の11月の紹介の際、現在の子ども若者育み局ですけれども、当時の保健福祉局の方に対しても紹介しております。で、おそらく、保育の需要に鑑みて、その必要性ないということで、当時の保健福祉局からも、活用の必要はないという、そういう回答が得られたということでございます。それで、地元への説明なんですけれども、これにつきましては教育委員会の担当部署とともども地元の自治連合会の会長の方にお会いしまして、売却する旨の方針を伝え理解を得られているところでございます。山田委員。本当にね、一定の広さがあって高立地、まさにその全面道路に接する有効な、ね、立地条件のところであります。市民の大切な財産ですから、公的な、ね、活用をやっぱりもう少し真剣に検討する必要があったのではないかなということを感じます。それとこの予定価格なんですけど5億4540万、これ坪単価にすると、ね、98万6千円余りの単価になります。地元 の不動産業者などにお聞きしますと、この周辺の取引事例では坪大体120万から140万程度で取引しているというふうなお話でした。552坪余りの土地であります。120万円で取引をするとすれば6億6240万、今回落札価格との差は1億1700万の差となりますが、今回この 5億4540万という予定価格が適正な価格だったのか、その点についてどうお考えでしょうか。岡田室長。はい、予定価格の適正性についてのご質問です。結論をまず申し上げますと、適正な予定価格だったというふうに考えております。この価格 の欠点にあたりましては、不動産鑑定士に鑑定をお願いしております。その不動産鑑定士もですね、1社のみだけではなくて2社にお願いして、2社のうち高い方を採用して最低売却価格ということで決定して、それを公にしたというところでございます。で、最終的にわずか5円のしか上回らなかったということにつきましては、先ほど申し上げた通り1社しか当日参加されなかったということで、競争性が働かなかったというのが背景にあって、このような結果になったというふうに認識しております。山田委員。この、ね、売却予定価格なんですけど、現在この土地には、図書館のとして活用されていた建物が残ってるんですよね。岡田室長。はい、残っております。山田委員。今回のこの予定価格は建物の撤去費用を勘案した上で、出されたものなんでしょうか。岡田室長。はい、その通りです。撤去費用を差し引いた価格を最低売却価格としております。山田委員。それでは建物の、ね、撤去費用の算出根拠をお示しいただけますでしょうか。岡田室長。はい、先ほど申し上げた通り、これも不動産鑑定士に鑑定をお願いした際に土地そのものの価格、それに加えて建物を除却すればどのぐらいの費用かかるのかと、それについてもそれぞれの鑑定士の方に鑑定をお願いして、それぞれ鑑定士が出された価格を引いた額、それが鑑定価格というふうに出されております。山田委員。その鑑定の資料、建物の除却、価格などの資料は提出いただけますでしょうか。岡田室長。ちょっとこれまでそういう要求があった経過もございません。ちょっと検討の上ですね、出せるかどうかも含めてちょっと検討させてください。山田委員。検討の上、資料の提出を求めて質問を終わります。今の資料要求については、検討の上で返事をすると、委員会資料として要求しますか。はい。それでは、委員会資料として、鑑定資料を
要望するということはよろしいでしょうか。はい、そしたら検討していただいて、その上で返事をお願いいたします。そしたら次に行きましょう。国本さん、国本委員、お願いいたします。総括質疑でもさせていただいたんですが、21号台風、大きな被害を、京都市内、もたらしました。一定防災危機管理室の方から、被害状況についてということで、さまざま資料もいただいているところでございます。今の 最終ですね、取りまとまった資料も、最終日27日の時点でお知らせということでいただいておりますが、総合的にどういった、まず、概略的に被害状況としてどういう被害があったのか、まずそれをお聞かせ願いたいと思います。川崎防災危機管理室長。はい、台風21号にかかる被害についてのご質問でございます。超大型の台風21号の接近、それとこれに伴います前線の活発化によりまして、大雨注意報、また21日の夜には大雨警報で、翌日には洪水警報、暴風警報と、出されまして、土砂災害警報警戒情報につきましては7行政区で発表されたところでございます。の主な被害状況についてでございますけれども、これは先ほど先生からもご紹介ございましたように、10月27日13時現在の被害状況でございますけれども、人的状況、人的な被害につきましては5名の方が強風にあおられて転倒したなどの理由によりまして顔面打撲などの負傷されましたけれども、いずれも軽傷でございます。その他、観光施設、文化財施設、さらには、学校等の文教施設等でも、従来京都の場合には風が弱い地域とされていたんですけれども、今回の台風21号に関しましては強風による被害、屋根瓦が飛ぶとか倒木であるとか、そういった被害が非常に特徴的であったと考えております。で、現在被害状況につきましては27日まで先生方にもご連絡させていただいているんですけれども、一定落ち着いているということもございます。そういったことから今後大きな被害があればその都度また先生方にもご連絡させていただきたいと考えているところでございます。以上でございます。国本委員、ちょっと確認なんですけれども、この、被害状況と人的被害とか建物被害とかですね、36件とかさまざまいただいておるんですが、この、こういう、把握のされ方というのはどうやって、要はその5名が怪我されましたよとか、建物が一部損壊が36件ですけれども、36件ありますよとか、それは、どういう経路で、情報として上がってくるものなんでしょうか。川崎市長。建物等の被害に関する情報の把握方法についてでございます。これにつきましては、まず区役所、それから本市の関係各局、そういったところから被害の把握状況、これにつきまして防災危機管理室から照会をいたします。その照会に対して回答をいただいて、それを防災危機管理室でまとめているということでございます。以上でございます。国本委員、区役所で一定まとめられているということですけれども、区役所は、どこからどういう情報を、区役所はどこからその情報を得るという形になっていますか。川崎市長。はい、基本的には住民さんからの通報というものもございます。それとあと合わせて区の職員が現地、通報とか状況確認に現地に赴きまして、実際にどの程度の被害があるのかということ、これを把握しております。また関係各局につきましても、そういう情報がある場合には区役所等が一番早いんですけれども、情報がある場合には現地に赴きまして、そこで実際の被害状況を確認して、そして報告しているという状況でございます。国本委員、そしたら、例えば、家、例えば瓦が飛んだとか、壁が崩れたとか、そういうことについて、例えばその、方なり、その被害に遭われた方なり、その町内の、町内会長なり、区役所なり
言うたらそういう方たちが、まあ、区役所に言わない、まあ、これはもう自分のところで処理しようとか言わないっていう数っていうのはこの36件とかいう中には入っていないっていう認識でよろしいですか。川崎市長。はい、実際の問題としまして全く通報が行われない、そういった場合にはこの36件に計上されていない場合もございます。ただ多くの場合ですけれども、損害保険とかそういう関係もございます。そういったことからその場合には区役所等の、まあ、機関が 発行いたします罹災証明書、これが必要になります。ですから多くの場合にはまあ、ほとんどの場合ですね、住民さんからは区役所に連絡があるというふうに考えてございます。以上でございます。栗本委員。はい、わかりました。この27日の時点でですね、一部損壊が36件と、いうことで、その後も、実は火災保険に入っておられる方が、その場で、その対応をしたということで、火災保険について、まあ、罹災証明が必要なこともあれば、これは風害ですということで、そのまま写真撮られて、その保険会社の方が見に来られて、それで、まあ、言うたら認定されたような申請してくださいよというケースもあれば、いやいやこれはもう、実これは、風で倒れたものではありませんねということで、言われて、それをその被災された方が、区役所に対して罹災証明を、届けられる、そういうケースもあるというふうに、さまざまなケースでお聞きをしております。そういうことについて、罹災証明が、罹災証明の件についてこの27日以降もおそらく、問い合わせ等は出てるかなというふうに思うんですけれども、そういう点はもう、このことについては、台風の被害状況と報告等については、その後はもう、そのまま、防災機関リストとしてはもうこれで止め置くということでよろしいですか。はい、先ほど先生からもございましたように罹災証明が全てではございませんので、通報されないという場合もありましょうし、また罹災証明に関するご質問もあろうかと存じます。ただ区役所ですけれども、いろいろと被災者へ の支援対策というのもしておりますので、住民の皆様にはそういったことを、まあ、こう一両日とかそういった短期間ではなくても十分に周知図っているところでございます。それでもなお区役所等に連絡等されない場合につきましては、まあ、保険会社の意向もございますでしょうけれども、そういった場合には把握しきれない部分もあろうかと存じます。以上でございます。栗本委員。はい、わかりました。要はまあ保険会社さんも今非常に忙しく動かれてまして、一部の情報というかその一部をお聞きしたところによりますと、もう数百件200件言ったら被害のことで調査員が動き回っているので、なかなかその被害見に行くのが遅くなるというケースもあるようですし、でその見た後にいやこれは今回の台風とは関係ありませんねという冷たいあしらいも受けている方もいらっしゃいまして、区役所の方に罹災証明の、申請を行きたいんやけれどもどうしたらいいんやろうという問い合わせも実はございます。もう台風自身はもう今過ぎ去ってて一応被害的には落ち着いている状態ではありますけれども、その後の言ったら、屋根が飛んだとか、まあ、屋根が飛んだら単外風害というふうに認定されるようですけれども、その壁が落ちたっていうことに関してはですね、その一義的に風害風の害だけでその保険会社が取り扱ってくれないっていうケースもあるようですので、いやこれはもう雨で落ちたもんでしょうっていう、そのまあまあ、僕らからしてみたら心ない発言やなとは思うんですが、やっぱそういうことについて罹災証明を求めて再度保険会社に申請されるという方もこの1週間2週間で出てきてますので、そういう方に関しては、まあ、丁寧な聞き取りと対応のほどをお願いしたいというふうにこれ要望させていただきたいというふうに思います。それともう1点です。停電についてなんですけれども、京都市の総括でもさせていただきましたけれども、停電被害これ、京都市内で要はその最大その停電最大で何件
停電したかっていうのは情報つかんでおられますでしょうか、ね、川崎市長。京都市内における停電最大で何件ということですけれども、これにつきましてはちょっと関西電力でないとわからないし、また関西電力でも取りまとめておりません。で、関西電力は何時現在で何件が停電ということをそれは把握してホームページ等で掲載してございます。そういったことからいきますと、まあ、23日の午前8時30分現在でございますが、京都市内で約関連全体で9万6000件ございました。それが1時間後になりましては、1時間後ですと8万6000件というふうに1万件ほど一気に下がっているという状況でございまして、この一気に下がったといいますか、8月23日の9時5時5分現在で京都市内で約4500件で停電が起こっていると。これ以降はどんどん減っていっていますので、4500から5000件の間であったと考えております。以上でございます。栗本委員。はい、総括質疑でさせていただきましたので、あまりしつこくは言いませんけれども、多分停電情報についてもしっかりと情報を取っていただいて、それをしっかりと市民の方に、また停電されている方に伝えていただきたい、情報提供していただきたい、このように願うものであります。あともう一点、その総括質疑が終わってですね、山の方へ行かせていただいて、いろいろお話を聞かせていただいたわけですが、山間部においてはですね、僕は携帯電話が実は通じるというふうに思ってたんですね。それが、停電することによって山間部のアンテナが通電しなくなって、そのバッテリーが切れてしまって、携帯電話が通じなくなりましたと。で、それは、ドコモさんとか他の、言ったら、携帯電話会社が一生懸命復旧かかって、あと通電、関西電力さんとかも通電作業を取り掛かっていただいて、その要はアンテナについてる、通電してるらしいんですけど、それの元にそのバッテリーがあるらしいんですね。でそのバッテリーがある程度電気を内蔵してて、でそれが言うたら切れてしまったら携帯電話がそのものがもう使えなくなるというお話をお伺いいたしました。やっぱりそういう部分でもお話をお聞きしますと、一部の地域では携帯電話も含めてもうやっぱり丸2日間はもう完全に孤立状態だったと。でその中で、区役所とかが一生懸命対応していただいて、現地にも来て、ね、何か通じへんにゃということで、もう連絡がまずつかないのが一番不安であるということで、一部の、地域ですけれども黒電話がつなげれるところがあるんやったらということで黒電話を持ってきていただいたって、非常に感謝もしておられました。やっぱそういう、携帯電話があるから安心というわけではなくて、そのアンテナがもう通電しなくなるっていうこと、僕もそのお話を聞いて初めて知ったわけですけれども、やっぱそういう認識もこれから持ってさまざまなその対応していくことも必要ではないかというふうに考えるんですけども、いかがですか。川崎市長。はい、ただいまの携帯電話の関係でございます。携帯電話につきましては、その中継のアンテナ、そこに関西電力の電源を、受信発信ができるということになっております。ですから当然停電となりますと使えることができません。そのためにバッテリーを各キャリア会社で保有しているんですけれども、今回の場合は先ほど先生からご紹介ございましたように期間が長かったということで、そのバッテリーの容量が足りなくなったということが起こっております。それにつきましては、この各携帯電話会社がそのバッテリーの充電に向かって早期の復旧を図ったところですけれども、これは関西電力の復旧作業とも関連するんですが、要は倒木等によって現場へ行けない場合がございました。そういったことから、その充電作業にもちょっと時間がかかったということでございます。で今後ですね、あまり京都では風害というのは今までなかったんですけれども、それによって非常にライフラインの一番重要な電気電話、そういったものに影響が出ると
ということを踏まえまして、関西電力にも今後の対応につきまして、復旧のめどは立たないということでございましたが、それならば作業の見通しなどは言えないのかというようなことも申し入れたところでございます。今後もう関西電力また通信会社、そういったところともこういった電線が切れた場合の対応について十分に検討していきたいと考えております。以上でございます。栗本委員。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたしたいと思います。それで、今回の国会は、台風でその強風によって強風の倒木によって電線が切れて停電が起きたということですけれども、これ地震でも同じことが想定されるというふうに考えます。特に花折断層、左京区、北部ずっと走っておりましてですね、仮に地震が起きた場合にそういうケースも考えられるというふうに思います。これはもう台風だけではなくて、もうそういう状況も十分に考えられて、要は、ライフライン、電気も可能性も十分考えられますし、要はその電話もつながらなくなるという連絡が取れなくなるというケースも非常に考えられるところであります。やっぱその点について今総点検委員会の方でさまざま総点検もしていただいておりますし、国土強靭化の、計画の策定委員会の方でもさまざまな議論をしていただいていると思うんですけれども、今回の台風21号の倒木とか、停電とかそういうことも踏まえて、しっかりとした、防災計画、も、しっかり作っていく必要がある、その、ライフラインが途絶えたその中でどういうふうに、支援していくか、どういう対策を打っていくか、こういうことを、総合的に検討していく必要があるというふうに考えますけれども、この点についてお伺いしています。川崎市長。はい、現在防災危機管理室中心になりまして、総点検等委員会、それと国土強靭化等についても検討を進めているところでございます。その中でも一つの大きなテーマとして、ライフラインが途絶しない、あるいは途絶した場合に早期に復旧するということについても検討項目として挙げているところでございます。今回の事例も含めまして考えてまいりたいと考えております。と地震の時、この風害だけではなくて地震の時にも当然同じような状況起こりうるということでございます。これにつきましては現状防災計画の中ではライフラインの復旧確保ということで上がっているんですけれども、その防災計画の記載内容、それ自身が本当に効果的であるのかということについても検討を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。栗本委員。はい、今回は台風21号ということで、その倒木等、停電等とかにつきましては、やっぱりその一部の地域がやっぱりそういう状況で、洪水注意報も出てましたので、洪水の伏見の方とかで洪水の方 の避難所とかも開設はされましたけれども、大規模地震が起こった場合は市内全域で、言ったら、混乱が生じると。で今回の台風についてはその北部山間、言ったら山沿いを中心にですね、山間地域中心に停電が起こって、そこにさまざまな人的にも、資材的にも投入ができたという状況ではありますけれども、これ大規模地震になった場合に、そこに言ったら一気に集中投入もできないということも、十分に考えられるというふうに、混乱も起こると思いますし、そういうふうに思います。やっぱそういうことも勘案していただいて、全体感に、一部の地域のことということも大事ですが、全体感に立ったその早期復旧に向けての取り組み、どうやっていったらいいのかというのも含めて、もう言ったら山間部だけで関西電力の、電気の復旧とかがものすごいやっぱ時間遅れたわけです。大規模地震になると当然都心部も停電の可能性とかもありますし、そこで手が足らなくなるって、そういうことも十分に考えられます。やっぱそういうところも、加味していただきまして、対応のほど今後 その防災対策に、総点検の委員会の方でもしっかりと議論していただきたいと思いますし、防災計画の方にも生かしていただきたい、このように思います。最後答弁を求めて終わります。川崎市長。
はい、今回は主として山間部での停電というのがメインでございましたけれども、実際大地震が起こった場合には市内全域での停電ということも十分に考えられます。本市ではこの各避難所には衛星携帯電話、またそれと発電機等を配備いたしまして、避難所との間の連絡というのは確保できるように考えているところでございます。それとあと先般の熊本地震の際もございましたけれども、大規模な地震等が発生した場合には日本中の電力会社から応援に駆けつけてくるということになります。従いまして関西電力だけではなく日本中の大手の電力会社が応援に参ります。そういった場合には本市から必要な情報をこの関西電力が窓口になるでしょうし、関西電力の方にどこでどういう、停電の状況は関西電力で把握できるでしょうけれども、それに伴って住民の皆さんがどういう状況にあるのかといったこと、それによって優先順位も変わってこようかと思いますので、十分に電力会社と調整保って対応してまいりたい。で、必要な防災計画の見直し等もやっていきたいと考えております。以上でございます。はい、ただいま国本委員の質問に関連した質問はありませんか。先ほどの山田委員の質問に関連した質問あればよろしいですか。はい、それではなければ以上で行財政局終わります。理事者皆さんご苦労さんでした。次の総合企画局につきましては休憩せずに行いたいと思いますのでご了承願います。総合企画局の理事者は参りますのでしばらくお待ちください。改めておはようございます。それでは委員会を再開いたします。総合企画局関係の大型汎用コンピューターオープン化事業における事業再構築の考え方および一括処理システム開発等にかかる損害賠償等の請求後の状況についての報告を聴取いたします。理事者報告願います。米谷情報化推進室長、着席して報告してください。ございます。それでは大型汎用コンピューターオープン化事業における事業再構築の考え方および一括処理システム開発等にかかる損害賠償等の請求後の状況についてご報告をさせていただきます。お手元の総務消防委員会資料をご覧ください。大型汎用コンピューターオープン化事業以下オープン化事業といいますにおける一括処理システムの開発等に関しましては受託事業者であった株式会社システムズ以下事業者といいますとの契約を本年10月10日の経過をもって解除し、10月12日には事業者に対して損害賠償等の請求を行っております。契約解除に伴い今後早期かつ確実にオープン化事業を実現していくためには事業費やスケジュール等事業の再構築を行う必要がありますので、その考え方についてご報告いたします。合わせて損害賠償等の請求後の状況についてご報告いたします。1、事業再構築の考え方についてでございます。京都市大型汎用コンピュータオープン化事業検討委員会から提出された調査報告書以下調査報告書といいますの内容を踏まえ、一括処理システムについては現状の開発スキームであるマイグレーション開発を維持し、開発の早期かつ低コストでの完了、新システムの早期かつ確実な稼働を目指すものでございます。まず括弧1、再構築後のスケジュール案でございます。前回の一括処理システムの設計開発期間
22ヶ月間を基本としつつ、状況の変化を踏まえ早期かつ確実な稼働を実現するためのスケジュールといたしております。スケジュールの検討にあたりましては前回と異なる状況がございます。それが主な考慮事項でございます。今回の開発期間の検討に影響する要素が2点ございます。まず括弧は追いつき対応についてでございます。新システムが稼働するまでに現行システムに行った改修につきましては、その内容を新システムに反映させるための次の追いつき対応が必要となります。まず国民健康保険制度の広域化、介護予防日常生活支援総合事業の開始、宿泊税の導入、マイナンバーカード等への旧姓併記等の大規模な制度改正等に対応するため、新システムの開発期間中にも現行システムの改修が生じ、これを新システムに反映させるために必要となる対応でございます。2ページをご覧ください。次に平成32年6月までと予定されているいわゆる改元に対する対応でございます。現行システムでは年齢や延滞金計算等の期間判定処理や入力日付のチェック処理にも影響があり、大規模な改修が必要になるほか、これらの改修内容を新システムにも反映させる必要がございます。なお新システムの開発の効率化を図るためにも30年度に現行システムに改修を行い、これを新システムに反映する対応が必要となります。以上が追いつき対応でございます。大規模な制度改正や改元等に伴う現行システムの改修につきましては、これを新システムに反映させるための作業期間といたしまして、半年以上の影響が見込まれるものでございます。次に、括弧 E、新システム稼働に向けた切り替え作業に伴う業務停止期間でございます。新システムの稼働にあたりましては、現行システムからのデータの移行、確認、それから使用する端末、プリンター等の入れ替えなどの作業を行う必要がございます。これらの確実な実施にあたりましては、福祉系システムでは連続5日程度、住基税系システムでは連続4日程度業務を停止し、入れ替え作業を行う必要がございます。次に、E 稼働時期でございます。新システムを早期かつ確実に稼働させるために、平成30年度当初には速やかに開発作業に着手したいと考えており、先ほどご説明いたしました考慮すべき事項も踏まえ、一括処理システムの設計開発期間を33ヶ月とし、福祉系システムは平成32年1月稼働、住基税系システムは平成33年1月稼働を目指したいと考えております。なお、参考に当初に予定していた稼働時期を記載いたしております。次に、括弧に想定経費でございます。まず、一括処理システムでございます。前回予定価格約14億円に対し、今回の予定価格は約17億円といたしております。なお、欄外に記載しておりますとおり、前回の契約額は約11億円でございました。前回の予定価格約14億円と今回の予定価格約17億円の差額、約3億円の主な内訳でございます。大規模な制度改正等に伴う改修により現行システムのプログラム等が増加していること、制度改正等や改元に伴う追いつき対応にかかる経費を見込んだことなどによる増が約5億円でございます。一方、前回の調達仕様書に含んでいた作業の一部を別途発注としたことによる減が約2億円であり、これらを合わせて合計約3億円となります。3ページをご覧ください。オンラインシステムでございます。現在の契約額約30億円に対し、変更後の契約額は約35億円でございます。なお、欄外に記載しておりますとおり、当初契約額は約28億円でございました。なお、上記のオンラインシステムにかかる金額には、現行システムに対して行った制度改正等の改修を新システムに反映する追いつき対応にかかる経費は含んでおりません。現在の契約額約30億円と変更後の契約額約35億円の差額、約5億円の主な内訳でございます。
一括処理システム完成後に実施するオンラインシステムとの連携テスト等にかかる経費の増で約3億円、データ移行用プログラムの開発及び移行作業にかかる経費の増で約2億円、合計で約5億円でございます。次に、括弧3、調達手法でございます。前回の一括処理システム開発の調達にあたりましては、マイグレーション開発を実施することなど、開発内容を具体的に特定しており、技術的な評価に差がつきにくいと考えたことから、前回は一般競争入札における低価格方式により調達を行いました。この点につきましては、調査報告書でも、直接的に本件プロジェクトの遅延の原因となったとは言えず、妥当性を欠くものではないとされております。一方、調査報告書では遅延の原因が、受託事業者の契約に対する認識の甘さや、プロジェクトマネジメントの不十分さにあったことに鑑みると、プロジェクトマネジメントや保守運用段階への視点を含めたシステムインテグレーター的業務の受託実績や自治体との取引経験などを加味した選定を行うことも考慮に値するとされております。こうした調査報告書の内容も踏まえ、京都市大型汎用コンピューター管理会議において専門家の意見も聴取し、前回の低価格方式に変えて、これらの要素を加味した評価も可能となる総合評価方式により調達する方向で検討を進めております。4ページをご覧ください。括弧4、所要経費の確保でございます。早期にオープン化事業の実現を図るため、年度内に新たな開発事業者との契約手続きを行えるよう、事業者選定の期間も考慮いたしますと、早急に再構築案を確定させた上で、11月市会において補正予算を提案したいと考えております。次に、2、損害賠償等の請求後の状況でございます。括弧1、平成29年10月12日付請求の概要でございます。10月24日の総務消防委員会でもご報告をさせていただきましたが、損害賠償等の請求額は7億5024万4003円で、納入期限は平成29年10月27日でございました。請求額の内訳ですが、既払い金の返還及び利子の請求額で5億2981万2307円、損害賠償請求額、こちらは当初請求分であり、今後も確認できた損害額について適宜段階的に追加で請求してまいりますが、2億2043万1696円でございます。括弧2、事業者に対する督促でございます。納入期限である10月27日までに納入がされなかったことから、事業者に対し地方自治法施行令の規定に基づき11月14日を期限とする督促文書を平成29年10月30日付で発送しております。ご説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。ご苦労さんでした。それでは、理事者の報告に対しまして何か質問はございませんか。森田委員、豊田では森田委員、森田副委員長。最後の説明の督促ですけど、ちょっと本題に入る前に、10月30日付で発送して11月14日が期限ということですけど、今日現在までに返事とか支払いとかもちろんなかったという理解でよろしいですか。コメタニ室長。はい、本日納入は確認できておりません。森田副委員長。わかりました。そしたら本題お聞きしたいと思いますけど、まずこの考え方という点ですけど、第三者委員会で結論が出て、その中に選択肢がいくつかある中でですね、今回こういった考え方で進められたんですけれども、その検討委員会の結果、さまざま選択肢もあったこともありますけども、その辺をどう踏まえて、今回のこの結論に持ってきたかっていう、このあたりもう一度詳しく教えていただきたいと思います。小宮谷室長。はい、選択肢が出てくる、段階でございますが、検討委員会におきまして今後の最良の方策というものを検討いただいております。その検討におきましては、高速開発ツールでのやり直しからその事業の中断まで、幅広く検討を行っていただきましたが、その検討にあたりましては開発中の
新しいオンラインシステムの開発成果を可能な限り利用することや、それから品質を維持しつつも開発を早期かつ低コストに終了し、新システムを早期かつ確実に稼働させることなどの観点でご検討をいただきました。その結果、一つ目はその新規事業者の下でマイグレーション開発を行う、それから二つ目が一旦現行の一括処理システムを新規のオンラインシステムに接続し、その運用を行いつつ改めてオープン化を進めるという選択肢、この2個が現実的であるとのご意見をいただきました。本市といたしましては、その調査報告書で示された観点に立ちまして検討をいたしました結果、早期かつ低コストで確実に新システムを稼働できる見通しが明確となるということから、そのマイグレーションでの再構築が最も適しているというふうに判断させていただきました。森田副委員長。それと今回はですね、前回22ヶ月の設計開発期間ということでしたけど、今回は33ヶ月ということですけども、ということはこれ前回がですね、かなりこう厳しい、もともと設定自体が厳しかったんじゃないかなという疑問が1点あるのと、予定価格ですけど、これも前回14億円に対して今回17億円ということで、前回の失敗を踏まえた上で、システムインテグレーター的業務、この辺も含めてですね、次回また業務をやっていくということになると、私率直に17億円金額大きいですけど、思ってたよりは安いのかなというようなことも思ってるんですが、このあたり、ご見解よろしくお願いします。小宮谷市長。はい、1点目のまず、期間でございますが、前回は全体で22ヶ月といたしておりましたが、今回再構築後も同等の設計開発期間を確保するということを基本にして、スケジュールを考えております。ただその状況が変わりましたというか、新たな状況といたしまして、その大規模な制度改正等が発生しているということと、それから現行システムでのその大規模改修を新システムにその確実に反映させる、追いつきをするということのための期間を取ったことから33ヶ月の期間といたしました。開発期間全体はその当初の期間よりも長くなっておりますが、基本線は変わっておりません。重機税系はその現行システム側の改元対応に1年程度を要する、それからその後の対応を要してその後の対応に着手する、それから稼働時期は平成32年の後半以降になるということでございます。移行対象となるそのデータ量も増えておりますし、開発期間中に外部システムと連携するサーバーの増設も、想定されております。このような、ことがございまして、連続4日以上の業務停止期間ということも見込みまして、1月から稼働させるというようなスケジュールを立てております。それからその前回の入、それから予定価格でございますが、予定価格の前にその前回のスケジュールが無理やったんちゃうかということでございますが、実際にも3社さんが、そのスケジュールで応札もされておりまして、無理があったということではないというふうに考えております。それから予定価格の際でございますが、前回よりもそのプログラムの規模、回収額は上がっておりますので、プログラムが全体が増えておりますので、それと増加分、それからその大規模改正等の追いつきが間に挟まってまいりますので、それに対する経費というのも含めまして、それさらにはシステムインテグレーター的機能も入りまして17億円ということで、経費がちょっと増えておることには大変心苦しいでございますが、適切に算定をさせていただいているところでございます。森田副委員長。前回との変更というところではね、あと2億円が別発注ということになってますけど、この辺の理由と、その他大きいもし変更があれば合わせて教えていただけますか。小宮谷市長。はい、前回は一括処理システムの調達仕様書に含まれておりましたものが、今回は別発注という、ものがございます。その方、例えばオンラインシステムの開発が進んでおりますことから、オンライン用データの移行作業というのは前回一括処理システム側に含まれておったんですが、早期かつ確実な稼働を実現するために、その業務システム、今となってはもう処理内容を熟知しているオンライン事業者さんに委託を行うことが効率的だという判断で、
別発注にさせていただいております。それから5億円が増えておるというのは、先ほども申しましたように追いつき作業を一体化するということで、それに関する費用も含んでおります。オンライン側での追いつき作業はちょっと別になっているという注もございますが、オンライン側はコピーで持っていくマイグレーションではございませんので、現時点でその現行システム側でもシステム改修規模というのも、例えば会見の場合弾けておりません。その詳細自体が積算しきれておらず、今後別途ご提案させていただくことを予定いたしております。森田副委員長。オンラインの方ですけど、作業が一旦中断して、しっかり作業していただいてたオンライン業者が数社あると思いますけど、それらの皆さん、もちろん作業は中断しても、エンジニアの方は行って、その作業が終わったからじゃあもうここで切るというわけにいかないんでね、人件費もかかりながら今作業は中断していただいているという状況にあると思うんですけれども、そういった方、オンライン業者さんとの、継続、これから、継続していくということですけど、この辺の協議、しっかりと進めていただいているのかどうか、ここも教えていただきたいと思います。小三谷市長。はい、オンラインシステムの開発につきましては、9件のうち7件を地元企業が、受託されているということもありまして、これまでから丁寧に、密に協議調整を行っているところでございます。今回、一括処理システムとの契約解除によりまして、今年度に想定されておった作業が実施できないということから、例えばオンラインとの連携テストでございますとか、リリース前の研修ですとか、そういうことがちょっとできないということとなりましたため、オンラインシステムの開発作業についても一時中断をお願いいたしております。引き続き開発作業を行っていただくということが、システムの品質、それから開発の効率性などの観点から合理的というふうに考えておりますので、今後も適切に協議調整を行ってまいりたいというふうに思っております。森田副委員長。それと差額の主な内訳にある連携テスト等にかかる経費の増ってありますけど、これがどういったものなのかということ、オンラインの業者さん、まだこの連携テストまで前回行ってないと思うんですよね。一括処理システムの方がまだそこまでできてなかったんで、ということはこの連携テストっていうのは、まだ前回も行ってなかったと思うんですけど、今回また、この件が内訳に上がっているということですけど、ここはどういうことでしょう。小三谷市長。オープン化で新しく動かすシステムというのはオンライン、それから一括処理システム、この2つ、合わさって1つのシステムとして、機能させております。そのシステムとしての一体性があるかどうかというのを確認するために、オンライン処理と一括処理の連携についてテストをしておく必要があるということで、契約にもこの連携テスト作業として含まれておりました。しかしその一括処理システムとの、一括システムの作業が遅れたということで、これらの連携テストは今年度実施できませんでして、これを今後やっていかなあかんのですが、それを実施するための体制をオンライン事業者さんには長期にわたって維持していただく必要がございまして、そのため経費が増となっているものでございます。森田副委員長。はい、そうしましたら、この差額がこう出たわけですけど、この差額と損害賠償の関係ですけど、この差額すべて損害賠償で訴えていくということの理解でいいのかどうか、その辺はいかがでしょう。小三谷市長。今回、お示しをさせていただいた一括処理システムとオンラインシステムの開発にかかる経費につきましては、事業費が増大しておりますことは大変心苦しいというふうに考えております。しかしながら、これらの経費はオープン化事業の実現に向けまして、可能な限り最小限に抑えられるように、我々としても工夫した中での必要な経費であるというふうに認識しております。その増加した経費が全て損害賠償請求の対象となるかということにつきましては、その新システムの稼働時期の遅延との相当因果関係といった法的な観点で判断していくことになります。
今後弁護士とも相談し整理した上で、本市としては求めるべきものはしっかりと損害賠償額に計上し適切にしてまいりたいというふうに考えております。森田副委員長。はい、そうしましたらこれ総事業費では当初94億5億ぐらいの事業だったと思うんですけど、この総事業費が今回のこの、報告ございましたけどどれぐらいの規模になっていくのか、そのあたりはいかがでしょう。コメントに市長。副委員長ご指摘の 94.6 億円という数字でございますが、これは事業開始時に見込んでおりました新システム完成までに必要となります開発関連の事業費の総額でございまして、総合企画局所管のオープン化事業予算の合計でございます。29年2月時点、29年の予算要求時点でございますが、入札源や機器構成の見直し等により81億円というふうにご説明させていただいておりますが、この事業費総額につきましては今回ご説明をさせていただきました再構築案では約100億円程度とになるというふうに見込んでおります。その100億円の詳細の金額につきましては現在精査しているところでございまして、補正予算の提案時にはしっかりとご説明をさせていただきたいというふうに考えております。森田副委員長。100億程度になっていくと、でこれから損害賠償で全て訴えれるわけでもないでしょうし、先ほどおっしゃってたように、またどれぐらい裁判になったとしたら返ってくるかということもわからない中でですね、これ事業の大きな目的の一つにコストの削減ということがあったと思うんですけど、これぐらいの規模に今回膨らがって、また損害賠償の行方というか、それもなかなかわからない中で、この大きな目的のコスト削減というのは、これをまだ推し進めていってもしっかりこの長い目で見てね、ペイできるのかどうか、この辺はどうですか。コメント西市長。コスト削減効果につきましては毎年4億円程度、これはそのオープン化によって、一般的に入手可能な機器、今はホストコンピューターという一品生産ものでございますが、そういう機器を取り替えることによりましてハードウェア的に、年4億円程度、安くなる削減効果があるというふうに考えております。その機器による削減効果はその開発手法によって変わるものではございませんので、今回の再構築では前回と開発手法は同様でありますから、4億円程度の削減効果が完成の暁には出るというふうに考えております。森田副委員長。次に調達方法ですけれども、これ変更については私も総括質疑でお尋ねさせていただきましたけど、次回はですね、総合評価方式に変えていくということですが、この評価をしっかりせえへんかったらまた同じことになると思うんですけど、これはその市の職員さんがされていくのかで、特にこの専門的な知見というのがかなりこう要求されるところになると思うんですけど、このあたりの考え方を教えていただけますか。小見谷市長。はい、今回総合評価方式での調達を検討するということにあたりましては、事業者のマネジメント能力、それから自治体との取引経験等について評価するための評価項目ですとか評価基準の設定が大事であるというふうに考えております。このためこれらの設定につきましては事業の管理会議で議論するとともに、システム開発の調達に詳しい学識経験者やシステム監査人としての実績をお持ちの有識者にもご意見をお聞きしながらその内容を検討しているところでございます。また実際の調達の際の評価につきましてはその市職員が行うんですが、受託者の能力を的確に評価できるように引き続き有識者にご意見をいただきながら評価項目、それから評価基準をきめ細かく作成して内容を確定してまいりたいというふうに考えております。森田委員。はい、分かりました。まだ予算提案時にしっかり説明をしていただきたいと思いますし、その際にですねまた質疑を行っていきたいと思います。以上です。よろしいでしょうか。次に豊田委員。すみません、これ、当初から私が申し上げてたように、最悪の、事態に、なってるかと思うんですけども、これね、京都市が作った第三者委員会の報告をもとに、されてると思うんですけども、
私思うのが、このこれから裁判に行くにしてもですね、裁判というのはやっぱり当然長期間に、なるものになると、予測されるものでありまして、それは結果というのがね、どうなるかというのはここで言及今することもできませんし、すべきでもないと思うんですけども、現時点でね、京都市側の方としては全くね問題なかった、京都市の対応としては全く問題なかったというような認識を今この後で、この今の時点でもですね思われているのかどうなのか、こうしたですね調達手法が低価格方式がどうだったのかとかですね、当時の担当者が勝手にですね話をしたとかですね、この京都市が作った第三者委員会でもいろいろな面が指摘はされてたと思うんですけども、現時点でどのようにお考えでしょうか。小宮谷市長。はい、我々の、進めていた方向は第三者委員会の調査報告書にもございます通り、形式的にミスがあったというようなことはありますが、それが遅延に根本的に影響を与えるものではないですとか、京都市に責任があったというような評価もされておりませんので、我々としてはそのように理解しているところでございます。調達に関しましても、調査報告書では、遅延との間に因果関係はないというふうに言及されているところでございますのですが、その結果としてこのようなことになってしまったと、事業者が使用書を理解して妥当とした金額で応札された以上、その契約を履行するというのは当然守られるべき事業者の責務であるというふうに考えております。そのことにおきまして、そういう事業者をが入ってきたということは、その反省すべき点は反省して、改めるべきところはしっかり改めなければならないというふうに考えております。豊田委員。私思うのが、今市長がおっしゃられたことは、第三者委員会がね、決めたといっても、第三者委員会は別に多分何の法的な拘束力もないですし、おそらく第三者委員会の方が何かを担保してくれるというものでは私全くないと思います。そうした中でね、私は思うのは、結果責任っていうのがあると思うんですよね。政治の世界でもね、結果責任というのが大きく問われますけども、やはりこうしたね事業者がなぜ入札してきたのかっていうのもあるんですけども、事前にね京都市が全く何も問題なかったのか、やっぱりそこはね、私ね、しっかりとね、検証しなきゃならんと思うんです。当然ね、今いらっしゃる皆さんが、じゃあその時の契約の時点でですね、いらっしゃった方ばかりではございませんのでね、その方たちに責任の追及っていうのはなかなか私はしづらいと思いますけども。というのがね、これ裁判が、今京都市のお話を私全部正しいことだという前提に立つとね、この請求額が、おそらく全てね、ならば全て返ってくるんだろうなと思うんです。しかし、現実的に裁判というのはさまざまな要素が絡んでてですね、100ゼロというケースは非常に私は難しいとも思います。そうした中でね、今の段階で京都市の方が私は責任がね全くなかったようなね話は絶対おかしいと思うんですよね。これ例えば民間企業でね考えた際に、こういったことで、会社に現時点でですね、損害が出てる、現時点でですね、既払い金が存在している、そういう中でですね、じゃあ普通はですね、どこかに飛ばされたりとかですね、あるいはしかるべきですね、責任を取らされるというのがね、これ私は企業としては常だと思うんです。でも、京都市の方はね、第三者委員会を作って、京都市が作った第三者委員会の中で判定をされた中では京都市に責任がないということでね、そういう形でやられててですね、これ裁判の結果が出る頃にね、じゃあ皆さんいらっしゃるのかなって言ったらね、私もいるかどうかわからないですけども、皆さんの、方もですね、ほとんどいらっしゃらないんじゃないかな、なるとね、じゃあこの責任はどうなるのかっていうとね、非常に私曖昧なことだと思うんですよ。でやっぱり私はね、そういったことも含めてね、今回の件、そして先般のね、焼却炉の溶融媒の件もですね、これからこういう案件って私、まだまだ出てくると思うんです。
そういった中で京都市がしっかりと判断する企業、相手先企業を判断する術を持っていかないとですね、また同じことが起こって、そして責任の所在がどこにあるかわからない、我々はきちんとやってましたと言われても、現実的に金銭の損害が発生したときに誰が責任取るんだって言ったら、これ市民が取らなければならないとなるとね、こんないい加減な話でいいのかなと思うんです。まあ、その辺のことについてね、どういうふうにお考えになられてますか。小梅谷市市長。はい、今ルル委員の方から、ご質問いただきましたが、まあ、訴訟というお話が今ございましたけれども、現時点では我々納入の督促をやっている段階でございます。訴訟にもなっておりませんので、家庭の話にはちょっとお答えができないということでございます。豊田委員。私が聞いてるのはね、そういうことじゃなく、そういう面じゃなくてね、要はね、この調達手法とか、まあ、さまざまな面でね、当然ね、こういう業者にね、関わりを持ってしまったというのはね、全く京都市として責任がなかったわけじゃないやろということなんですよ。融通力がない会社となぜ契約をしたのかっていうことになるとね、低価格方式でやりました、こうしましたということで、このね、案件が WTO 案件でというのも、これも今節で毎回書いてありますけども、いや、それはそうですけども、じゃあそしたら被害者は誰なんだっていう話なんですよ。結局最後これ金銭的な負担が出たとき、そして現時点でも市民に迷惑かかっているのは事実じゃないですか。そしたらそれが業者が一方的に悪いということだけで済むのか、やはり京都市の職員の方にも一定程度問題があったと考えるのは私は妥当だと思うんです。その辺が全然、理解されてないっていうことだったらね、私も本当に、あ、公務員っていい仕事だなってね、改めて思いますしね、本当にそういうね、私は体制でいいのかなと思うんです。これからも間違いなくね、こういう案件出てくると思いますよ。その時に向けてもね、今のような体制は絶対ダメですよ。いかがお考えですか。小梅谷市市長。はい、前回の調達の際、低価格方式で採用したということにつきましては、まあ、我々も直接的に本件プロジェクトの遅延の原因となったとは言えず、その、まあ、報告書でも妥当性を欠くものではないというふうにされております。ただ結果的に、そういう仕様書をちゃんと理解してないのか、その守るべきことを守ることができない企業が、落札をするに至った点ということは、その反省すべき点は反省し、改めるべきはしっかり改めるということで、考えております。豊田委員。まあ、そしたらもうこの話いくらしてもね、一緒だと思うんです。京都市が正しいことであったかどうかは別として、仮に損害が発生をしたとしても、これはもう市民がその負担をしなければならないという、まあ私は認識しかないと思うんですよね。でもおそらく民間では絶対通じをしない話だと思いますよ、今言われているのが、絶対通用しないと思いますよ。うん、私はそう思いますけどね。まあ、どのようにお考えかって言っても、多分もうこれ答弁返ってこないと思いますし、まあ、これ以上話をするのは私は避けたいと思いますけども、で、まあ、私はもう前から申し上げてますけども、この件ね、京都市もそれ相応の過失があると思いますし、まあ、焼却炉溶融灰の時は今の現時点での、まあ、判断としては、まあ、相互に歩み寄る中でですね、完成を目指すべきだというような話もありましたけども、今回の件は一旦もう契約を解除して、また新たにですね、進んでいくということなんでね、和解ということは事実上困難だと思います。まあ、そこも踏まえてね、まあ、これから進んでいくっていうことを、まあ、決められているわけですのでね、しっかりと私もこの議員という身分がある限りはね、注視をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上です。今のご質問に関連して、はい、岩佐委員。はい、じゃあ私の方からも、まあ、今もう議論されておられましたので、まあ、この件につきましては、この委員会、また市長総括等々を含めてですね、議論は重ねてきました。まあ、その結果の一つの形として、今、この今日資料を提出していただいたということでございます。まあ、調達方法等につきましてもですね、随分と申し上げてきましたし、付帯決議でもありました。まあ、そういったことを踏まえて、今取り組んでいらっしゃるということを思いますので、まあ、まずは確実にですね、
今まで重ねてきた議論を踏まえた上で、この事業しっかりと取り組みを進めていただきたいということを思いますが、いかがですか。米谷市長。司会の決議等を踏まえまして、しっかりと、新しいその火災構築案に基づきまして事業を進めて、早期かつ確実な稼働を目指してまいりたいというふうに考えております。岩佐委員。はい、よろしくお願いしたいと思います。その上でちょっと議論重なっているかもしれないんですが、もう一度確認だけしておきたいことがあります。今までの事業者さんですね、この、一括処理システムだけではない、で9つの事業者さんが、関わっていらっしゃったということでございますが、今回この事業を新たに進めるにあたってはですね、この事業者さんの数というのは変わらないんですかね。この契約解除した一社以外とは、その辺はちょっとどうなってますか。コメント室長。今回の事業の再構築案につきましては、契約解除した一括処理システムの企業のとこに相当する企業を、取り替えるといったら語弊がありますけれども、新しくやっていただこうということでございますので、総枠としては、スキームとしては変わりません。岩佐委員。はい、そうなると、その事業者さんの中でもですね、オンラインのシステムをしている事業者さんは多分そのままなんだろうと思うんですが、その管理業務というんですかね、事業進捗、されておられるような事業者さんもあったかと思うんですけれども、この辺との兼ね合いというような、その仕事がダブってくるとか、今回はこのあれですね、プロジェクトマネジメント補修運用段階での視点を含めたシステムインテグレーター的業務と、以前そういう人はいなかったのかといったときに、一部やっておられた方もいらっしゃるということを、伺ってたように思うんですが、この辺 の, もちろんこの各事業者さん同士の連携というものも大丈夫だということで、認識してよろしかったですか。小三谷市長。はい、システムインテグレーター機能を持つというのが一括処理システムには前回欠けてたということでございますので、その機能を一括処理システムの、プロジェクトマネージメントの方に持っていただくということで、それを、きっちりと果たしていただくことで一括処理システムの進捗をきちんとやっていただくと、仕様書には、オンラインの事業者さんと、きちんと調整してくださいよというのも業務として一括処理システムの中には書いてございますので、その調整もやっていただくと、その手前というか、その別途工程管理の支援事業者というものがございますが、これは本市にアドバイスするという契約でございまして、現在求めている役割はその果たされてきたというふうに考えておりますので、今後も引き続き全体の工程を見ながら本市にアドバイスするという業務を担ってもらうことは考えております。岩佐委員。はい、本市にアドバイスをしてくださるということでございますけれども、やはりその辺のところもですね、次また11月には補正も出してくるということでも書かれておりますので、きっちりとそこで事業者の各役割というようなものもまた明確にしていただけるといいますか、また伺いたいというふうにも思います。それとあと一つ、あれですね、新システム稼働に向けた切り替え作業に伴う業務停止期間ということでございまして、福祉系システムでは連続5日程度、重機税系システムでは連続4日程度の業務停止期間を見込まなければならないと。でこれはもう当然そうなんだろうというふうに思うんですが、こういうシステムを開発したときにですね、今までにストップした経験があるのか、でこれは大丈夫なんですかと、こういうシステムが全部止まるということについての懸念はないんですかということを、すみません、お尋ねしたいと思います。米谷市長。はい、従来もでございますが、例えば大型汎用コンピューター、今ホストコンピューターというのは世代 CPU も進化しておりますので、それの取り替えをやっております。その時には年末年始の期間を利用して、
全部のディスクを入れ替えたりですね、あのホストの筐体を入れ替えたりということもやっております。あの逆に言えばですね、年末年始とかそのゴールデンウィークぐらいにしかあのそういうシステムの切り替えというのは困難でございますが、あの5月というのはあの、まあ、当初の繁忙期でもございますので、あの、まあ、祝日は、土曜解消システムが動いてたりしますので、ほぼほぼもう年末年始にそういうシステムは取り替えるということでやってまいりました。岩佐委員。はい、わかりました。そうするとこの、まあ、1月稼働ということで連続5日4日というのは要するに年末年始をもうすでに想定しているということでいいわけですね。あ、もうよかったらそれでいいです。はい、わかりました。じゃあ、まあ、しっかりとこの事業につきましては、やはりあの大事な事業だというふうに思っておりますので、着実に進めていただきたいということを申し上げて質問を終わります。はい、他にございませんか。なければ、以上で報告聴取を終わりますが、まあ、この際総合企画局に対しての一般質問のある方、ただいま挙手していただいて、あらかじめ質問内容のお申し出をお願いいたします。ございませんね。なければ以上で総合企画局の質疑を終わります。理事長ご苦労様でした。次の選挙管理委員会事務局につきましては休憩せずに行いたいと思いますのでご了承願います。それでは選挙管理委員会事務局の理事者が参りますのでしばらくお待ちください。それでは委員会の再開をいたします。選挙管理委員会事務局に対して一般質問を行います。はじめに樋口委員、投票所の変更について質問どうぞ。はい、今回の総選挙の投票日の変更された投票所についてお聞きをします。時代祭りと火祭りの関係で右京区の角野と左京区の倉間での投票所が変更されています。当日の状況、投票日ですね、投票日当日の状況がどうだったのか、混乱はなかったのか、また投票率については、いつもと比べてどうだったのか、このあたりを、教えていただけますか。石田次長。はい、今回10月22日ということで、時代祭りと、クラムの火祭りと、まあ、重なったということで、その関係で、投票所が変更になったところの、投票率等の状況ということでございますが、まず、クラムの火祭りの関係で、クラムの、従来クラムの公民館からクラム小学校に変更になった投票所でございますが、投票率で言いますと、これ前回の、26年の年末の時の衆議院選挙との比較になりますけれど、前回が 63.3%、今回が、前回が 63.31%、今回が 57.28% と
という状況になって、まあ、6% ほど、率が減少している状況にございます。でもう一つ、門の小学校、これは、まあ、あの小学校のおおむね敷地内で体育館から、隣接している児童館への、変更のあった箇所ですけれど、こちらの方はですね、前回の衆議院選挙の投票率が 45.82% で、今回は 44.84% という状況で、若干、減っている状況がございます。まあ、あの全国的にはちょっと台風等の影響で、おおむね横ばいかちょっと、減少気味ということでございますので、まあちょっとその全国的な状況と見合った形の投票率になったかというふうに考えております。それと、まあ、両方の今回変更のあった、投票所の、混乱状況といいますか、その関係でございますけれども、まあ、あの事前に、関係の、地元の方に、まあ、周知を行ったり、まあ、場合によっては投票所の、が変更になったことについてお知らせを、回覧していただいたりとかいう状況も、させていただいた上で、それと、何よりもあの、関係の有権者の方々の、ご理解ご協力により、まあ、双方の投票所では特に大きな混乱はなかったというふうに聞いております。樋口委員。はい、まあ、大体混乱はなかったという話でありますけれども、ただし、鞍馬の方を見ますと、前回から6ポイント、まあ、マイナス 6% 落ち込んでいるという状況でありましたから、これ全体から見てもだいぶ落ち込みが激しいなというのは、まあ見て取れるわけですね。まあ、右京の方はそれほど、全体的な傾向と変わらなかったというのはそうだと思うんですけども、特に鞍馬の方はだいぶ落ち込んでるなというのが感じられます。で、鞍馬についてなんですけれども、これ投票所が、まあ、鞍馬本町の集落の真ん中あたりにね、この公民館、今まで、投票所になっていたところは大体集落の真ん中あたりに位置をしていましたけれども、今回のこの鞍馬小学校というのはこの鞍馬の本町の集落からはだいぶ離れたところになってしまった。で、これあまりにも離れているために、投票に、ね、行くための手段、このあたりは車の手配なんかできないのかというふうな声が地元の皆さんからも寄せられていまして、まあ、この話はあの議会でも少し紹介をして、何か手当てが取れないのかというふうに話もしたんですけれども、結局まあ何も手当ては取られませんでした。これ大変残念だったなとは思ってはいるんですけれども、この選挙のね、投票率を上げるための取り組みとして移動手段の提供などの方策を国が制度的に作っているというふうにお聞きをしているんですけれども、どのような事例がありますか。石田次長。移動支援に対する国の措置、というご質問かと思いますけれど、まあ、確かに移動支援することによって投票率を上げるというのは、まあ、一つの目標かと思いますけれど、そもそも今国の方で、移動支援で経費を措置するというのは、まあ今の多都市の先行 状況を見ますと、投票所を統合したことによって元々の投票所から距離が遠くなった。しかも、他の、交通手段、交通手段といいますか、交通機関が、ないというような状況の場合に、交通手段の提供を行って、そういった取り組みに対して支援を行うと
というのがございます。で、従いまして本市におきましても、特に周辺区の山間地域と、いろいろ街中よりもなかなか、投票、しづらい状況がありますけれど、投票所 と統合した時にですね、そういった移動支援も、検討というか研究していきたいなというふうに考えております。で、今回 のプラマの変更にあたりましては、まず、ご存知のように鉄道があると一駅、ご不便をおかけしていることは重々承知しているんですけれども、鉄道一駅乗っていただいたら鞍馬小学校まで行けるということと、今回限り の投票所の変更ということがございましたので、有権者の関係の有権者の皆様にはご不便をおかけしましたけれども、今回はそういった移動支援ということはしてなかったということでございます。樋口委員。はい、とりあえず国の仕組みとしてもね、この移動支援というものがあるということですから、私はそういったことはしっかりと踏まえた上で、今回1回限りだったからという話がありましたけれども、私1回限りだったからこそね、特別な手当が必要だったんじゃないかなというふうにも言えると思うんですよ。それは少し、指摘をしておきたいと思います。で、またお聞きをしていましたら、クラマの場合は期日前投票に行った方が極端に多かったと、もう 78%、8割近い方がもう期日前投票に行かれたということでありますから、それを考えるとね、期日前前投票ができる場所ですよね。結局今左京区で言いますと左京区役所だけですから、もう鞍馬からもうかなり距離のあるところ、そこに行くしかない。そう思ったら、この期日前投票できる場所を鞍馬本町の集落の中にね設ける、そういうぐらいの特別な対応、先ほど言われましたけど、やっぱり特別な事情があったわけですから、特別な対応があっても私は叱るべきだったと思うんですけども、いかがですか。石田次長。はい、確かに、お住まいのところの近くに、期日前投票所があるということは非常に利便性としては投票しやすい状況になるかと思いますけれども、そういった、期日前投票所を増設って言いますか、新たに開設する場合については、ご存知かと思いますけれども、地元の方から投票管理者、お一人と立ち会いにお二人に、来ていただいたりとか、もちろん区役所の職員、人材派遣も一部活用するということでございますけれども、経費が発生したりとかいうこともございますので、ちょっと今の、本市の考え方からしますと、できる場所があればどんどんしていくという考え方にはございませんので、ちょっと全体的なバランスとかいろいろ考えながら、今委員のご指摘も踏まえて今後研究していきたいなというふうに思います。樋口委員。全体としてね、投票率が下がって、全体としてはこの今回の鞍馬の場合、全体よりもこの落ち込み方が激しかったわけですよね。投票率の落ち込み方が、それはだから私は重大な問題だと思うんです。で、私お聞きし、この数日間のところで少し地元の方からもお話聞きましたけど、やっぱり足腰悪くて、もう諦めましたわっていう人がいたんですよ。それがこのマイナス6%という数字に表れていると思うんですよね。ですから今回のような突然の解散で、しかも火祭りが行われる日と重なった、こういう特別な、ね、事情があったわけで、いつもあったら下駄履きで行けるところだけども、それがそういうところでなくなってしまった、こういう特殊な事情が、あったわけなんで、こういう場合こそね、私は皆さん、その地域の皆さんが、選挙権行使する、
それを保障するための最大限の手立てをねすることこそね私は求められていると思うんですよ。この選挙管理委員会で先ほども少し話しましたけども国の制度として移動支援というものがある。投票所の設置に関して言ったらもう選挙管理委員会の、判断でできるんですから私はこうした場合には特別な対応今後はねやっぱり教訓として考えていくべきだということは、求めておきまして終わります。はい、今の質問に関連して何かございませんか。なければ加藤委員。私の方からの期日前投票について伺います。この総選挙で言いますと投票日当日に、台風が接近をするという状況がありまして各地左京区ももちろんですけれども期日前投票が大変な混雑になったと。でそれぞれの行政区区役所を軸としてですね期日前投票やってきたわけでありますけれども一体どういう様相になっていたのか、待ち時間とかですねどういう実態になっていたのかっていうのは調査されているというふうに聞きましたのでその状況について説明をいただきたいというのが1点。それからですね実際に、投票をですねその混雑を受けてですね取りやめて帰ってしまったような方がねおられたのかどうか投票行動に影響があったのかこの点も把握されているのであればですね含めてご説明をいただきたいと思います。石田次長。はい、今回の期日前投票、特に、投票日当日に台風が近づいてくるという状況の中で、後半の方は特に、期日前に来られた方の数が多かって、なかなか対応に苦慮したというふうに聞いております。で、各区の状況でございますけれど、うちの方から確認したところですね、総じて言えば30分から1時間ぐらいの最大で1時間ぐらいの待ち時間が発生したということでございます。で、その要するに長時間待つと待たなければならないという状況の中で投票せずに帰られた方がおられたかということでございますが、正直なところそこまでは把握はしておりませんが大体投票行動から言いますと、その日、来てたまたま、長時間並んでおられたという状況の中で、他の日もちろん投票日当日も含めてですけれど別の日で来られた方についてはわざわざ、その日にせずに別の日行きやすい日に帰られた方はおられるかと思います。でまた逆にその日でないと、投票できない方についてはご不便をおかけしましたけど長時間お待ちいただいて投票していただいたのではないかというふうに推測しているところでございます。加藤委員。講談はね推測の域を超えないので、議論のしようがないということはあるんですけどねもう混んでるから期日前投票やめてですね帰られて結局投票されなかったっていう方もおられた可能性があるわけですよね。そういう事態をいかに引き起こさないようにするのかっていうことがやっぱり選挙管理委員会が考えるべき点だというふうに思っております。で最大1時間ということだったわけですけれどもこれ駐車場でですね車がもうずっと並んでですね道路のところまで出てきてですね車でお越しになった方などはその車の中で待っておられる時間も含めたらですねもっと長い時間待っておられるという状況が起きたっていうことでありますからこれ本当に重大であるというふうに思います。そもそもですね先ほどもあった通り投票率を向上させていくという選挙管理委員会の役割から考えればですね今回のこのような混雑や長時間の待ち時間の発生というこういう事態はですね避けるべきだといかに避けていくかという検討が求められているというふうに思いますがいかがでしょうか。石田次長。
衆議院選挙というのは特に投票者がたくさん来られる選挙でございます。でただ必ず少なくとも4年に1回まではあるわけですから、他の投票者の数が多い選挙も含めまして、今回を、ことを教訓にいたしまして、例えば、従来、区役所で、期日前投票をやってたところが狭いから次のその多くなる選挙の時は広いところでやろうとか、そういったことも含めまして、事前に、各区と、ヒアリングといいますか協議をしながら、混雑の緩和等を改善するような取り組みをまずは進めていきたいなというふうに思っております。加藤委員。今、今後の方向性ということに言及されたんですけれども、今回で言えば通常通りの体制で臨むってことでもう最後まで行かれたんですよね。その区役所内で少しこの人的に補強するっていう対応されたとしてもですよ、それを超える体制の補強という判断は選挙管理委員会としては取られなかったということだと思うんですけれども、普通に考えればね、もう台風が来るぞということでかなりのアナウンス、ニュースも流れておりましたので、この通常体制のままで期日前投票をやるということになればかなりこの体制上厳しいことになるなということは想定されたと思うんですよね。でそれで言いますと今回も緊急的に体制補強するっていう判断ありえたんじゃないかなと。でこの点はね、そこの必要性があったっていうふうに今認識しておられるのかどうかいかがでしょうか。石田次長。はい、体制の増強というか充実は どうだったかということでございますが、まずは区役所の職員の中で、急遽、体制を増強したということはしているやに聞いておりますし、可能な限りですね、予算の範囲内で、場合によってはアルバイトの数をちょっと一時的に増やしたところも、あったかもしれない。基本的には区役職員の中で、体制を強化するという形で何とかしのいだというところが正直なところかというふうに考えております。加藤委員。区役所の職員さんの中でですね、それだけ人が混雑すればですよ、体制補強されるっていうことは、当然されるんだろうというふうに思います。区長やですね、副区長率先してですね、人員整理に当たられていたということも聞いておりますので、そういう点で言えばそれは当然されるんだろうと思うんですけれどもね、いやこれは通常のその区役所体制では難しいという判断を選挙管理委員会としてされなかったのかということが聞きたいわけですよ。また同じようなことが今後も想定されますよね。台風の接近であるとか、天候の悪化ということを踏まえてどう考えても期日前投票が増えていくだろうということが想定された際にですよ、今回のようにいつも通りの体制で最大限の対応を取るということの枠組みにとどめられるのか、いや今回のことの教訓を受けてですね、やっぱり早い段階で判断をして、例えば普通だったらワンクールですね、受付をしてその先ずっと投票行動までこのワンパッケージのところをツーパッケージに増やすとかですね、先ほど会場の広さってことについては言及がありましたけれども、そういうこの、緊急的な対応っていうことも含めて今後は対応されていくっていうことが私は必要ではないかなというふうに思ってるんです。この点いかがでしょうか。石田次長。私以前に山科にいた時の状況から言いますと、公示日告示日の翌日から期日前が始まりますけれど、その体制をずっと投票日前日までするということではありませんでして、もちろん後半になれば特に投票日に近づく3日直前の3日間は人が増えるという想定で職員の体制あるいは人材派遣等の体制も増やしていくという、まずはそういう状況がございます。で今回は、
その通常の増やす体制を、まあ、超える形で、たくさん来られたという状況がございますので、今後は何て言うんですか、衆議院選挙とか、まあ、台風等が近づいてくるというそういう想定がある場合はちょっと別の形で、体制を強化するというようなことも事前に協議しながら進めていきたいなというふうに思っております。加藤委員、ぜひともよろしくお願いします。まあ、今後にぜひ教訓を生かしていただきたいということと加えてですね、抜本策としては先ほどもクラマの話が樋口議員からありましたけれども、左京区でね、期日前投票左京区役所1箇所っていうのはもう相当無理があると。これだけ広い行政区で本当に少なすぎると、1箇所では不十分だという声がですね、市民の方からも寄せられておりますし、まあ、出張所などはですね、当然期日前投票やられるべきだというふうに思います。まあ、中長期的に期日前投票のできる場所ですね、期日前投票所を増やしていく計画をぜひとも立てていただきたいと思います。ご答弁いただいて終わります。石田次長。はい、先ほど私も以前左京区におりまして、山間地に出張所がたくさんあるのは存じております。で、出張所を、期日前投票、として増やしていくということでございますけど、まずは投票所を設置できるスペースがあるかどうかっていうのが、大きな問題になって、比較的狭いと言いますか、共和の出張所が多かったかと思います。それと先ほども言いましたけれど、期日前投票出張所に期日前投票所を置くということになれば、投票管理者と、地元から、まあ出していただく、ご協力いただくと、いうことがございますので、今後改めてっていいますか、各区とも十分に、検討しながら、確かに区で、一つしか本省で、本省でだけでやってるというのはなかなか厳しい状況もあるかと思いますので、いろんな側面から区の選管と連携して、検討研究してまいりたいというふうに考えております。この件に関連して他にございませんか。なければこれで、選挙管理委員会事務局の質疑を終わります。理事長ご苦労様でございました。次の監査事務局につきましては休憩せずに行いたいと思いますのでご了承願います。監査事務局の理事者が参りますのでしばらくお待ちください。それでは監査事務局に対して一般質問を行います。はじめに住民監査結果についての質問を行います。それでは豊田委員どうぞ。豊田委員。はい。私の方からは、住民監査請求の、結果について、お伺いをしたいと思います。先般、10月の、30日に、まあ、の監査結果が、発表された森川久志京都市会議員の政務活動に係る住民監査請求の件についてお伺いをしたいと思います。まあ、この件私もこの予算委員会でですね、この政務活動費の在り方ということで市会事務局の方に質疑をさせていただいてですね、まあ、そのことがまあなんか契機になったようなことが書かれてますんで、まあ、多少心苦しい面もありますけども少し質問をさせていただきたいと思います。まあ、この件なんですけど市民団体の方からこの生活費のレンタカーの利用代金
あるいは、ガソリン代が、課題になっているというようなことでですね、指摘がありですね、住民監査請求が、されたものでありますけども、新聞等々でも報道されておりますけども、この監査結果を、拝見しておりますと、森川議員は平成24年から、25年度にかけて、トヨタランドクルーザープラド、期間中にメルセデスベンツ B クラスに乗り換え、マツダデミオ、期間中に日産マーチに乗り換え、そしてシボレーアストロを保有していたほか、平成25年3月下旬からは外線車用のスズキラパン、同年4月上旬からはトヨタプリウスも保有しておるというようなことでありますけれども、5台も、ご自身が、まあ、3台から5台ですね、車両を保有をしている中で、まあ、このレンタカーをあえて使用するということがどうなのかという点が指摘をされている。そして、まあ、この車のガソリン代の方ですけども、日常的に使用していた車以外にですね、まあ、このレンタカー以外にもですね、給油が疑われる、これらの燃料タンクの関係、そしてレギュラーガソリンではなく廃屋ガソリンであるというようなこともありですね、このレンタカーである車にですね、入れてたということが認めがたい客観的な事実が推定されるというようなことでですね、書いてありですね、このレンタカー以外の車両以外の車道にかかるものが7割を超えているというようなことも指摘をされているんですけども、まずこうした今の監査結果についてですね、事務局としてこうした指摘に対してですね、事務局としてはどのようにお考えでしょうか。高杉次長。はい、まず住民監査請求制度について少しご説明させていただいてよろしいでしょうか。あ、適切に、はい、住民監査請求は住民の請求に基づき本市の財務会計上の行為または怠る事実について監査を実施することにより、地方公共団体の被った損害を補填しもって地方財務行政の適正な運営を確保することを目的とするものです。で、今回の事案につきましては、先ほど議員の方からお話しいただいた内容で、平成24年度および25年度に森川議員がに交付された政務活動費のうちレンタカーに充当されたものについてのものでございます。先ほど森田先生の方からはガソリン代というのもおっしゃりましたけれども、請求自体は、レンタカー代だけが住民監査請求で請求があったものということでございます。で、これにつきまして、まあ、監査をさせていただいたということでございますが、これについて監査委員としてどうかというご質問かと思います。まあ、中身につきましては、監査公表文ということで、10月30日に公表させていただいておりまして、そこに書いていることはまあ全てということでございます。先ほど先生がおっしゃっていただきましたように、まあ、たくさんの車を所有しているにもかかわらず、その、レンタカーを借りているということがどうなのかということでございますし、また、軽自動車にその、まあ、廃屋を入れるとかですね、まあ、あるいはそのタンクの容量を超える給油がなされたと、このあたりは監査をする過程の中で判明したことでございまして、公表文の中にもそのことは記載をさせていただいております。で、監査この公表文の中で、先生がまあおっしゃっていただいたことで申し上げますと、まあ、マイカーへの給油にかかるガソリン代が、要はその政務活動費に当ててはならないものですね、とものが相当量計上されていると思われ、そのマイカー以外に、車両を借り受けることとしたのは政務活動費とそれ以外の活動の主要の別を極力明確にするためだというふうに、まあ、森川議員の方が説明されましたので、まあ、それとちょっと矛盾をするのではないかということで、そういう意味で、政務活動費が適切に使用されていたことといたとすることについて、まあ、合理的な疑いを生じさせる一般的外形的事実だと言えるというふうに判断をいたしました。はい、そこまでよろしいでしょうか。はい、豊田委員。まあ、今監査の方からですね、まあ、私が言ったことに対して、まあ、ご説明いただいたんですけども、この政務活動費の使用指針とかですね、いろんなものを今年は改定をされたんですけども、全国的にね、さまざまな問題が発生をしておりまして、
兵庫県ではですね、号泣した、県会議員がいたりとかですね、まあ、そして各地で、いろんな事例が報告をされてるんですけども、まあ、今回の件ね、私監査の方がかなりも主張されかなり指摘をされててですね、まあ、一方で相手方の企業についてもですね、さまざまな指摘をされてるんです。この運送業を営む会社から期間を明確に定めることなく、月額4万円でレンタカーを借り受け、そしてこの借用書を本件会社に差し出したということなんですけども、その車両についてもですね、ホンダバモス、これは法人のこの会社の所有である、そして車種不明のトラック、これもこの会社の所有である、そして、スズキエブリ、まあ、これは所有者が、不明となっている、まあ、こうしたうちですね、この会社が使用しない車両1台を、おおむね使用しない車両1台を保有し、そして他の車両については必要に応じてその都度借り受けていたということであるならば、こちらの法人の方は、まあ、当然ながら運送業を営んでおられたということでありますので、この車種っていう借りていたね車っていうのが何台か所有しているうちのこれを借りていい、そしてその時に応じてこっちを借りていいとそれぞれされてたと思うんですけども、この車両がねどの車両なのかっていうのは車両番号とかですね、いろんな登記上のものとかですね、そういったものまでお調べになられたのか、その辺はいかがなっているんでしょうか。高杉次長。はい、森川議員が使用した車ですね、これにつきましては一応近畿運輸局とかですね、軽自動車検査協会とかそういったところにもお紹介をかけまして、分かるものについては調査をして、その結果は公用文の方に載せてございます。豊田委員。この、ね、書き方でちょっとよくわからないです。車両についてホンダバモス、車種が特定されているものはこれは会社が所有している、車種不明のトラック本件会社所有となると、これ車種不明のトラックは本件の会社が所有をしてたかどうかというのは私分かりにくいと思うんです、分からないと思うんです。でまたこのスズキエブリーというのも所有者不明という、ね、非常に曖昧な中で、契約が行われているのではないかなと推察をされるんです。で、まあ、そしてこのホンダバモスおよびトラックについては現在すでに廃車されており、スズキエブリについては現在も必要に応じて借りているということであるならば、これ所有者不明であるとかですね、車種不明のトラックというのがね、ちょっと私出てくるのかな、そういう表現が出てくるのかどうかっていうのは非常に曖昧であると思います。まあ、これねもともとこの会社の方の、そしてまたその他もあるんですけども、ちょっともう何点かお聞きしますね。そしてですね、この車両の、この借りて受けていた会社なんですけども、この会社の代表者さんは、森川議員の、事務所で、職員もされていたということで、法人の、経営者をしている方が、事務所でも、勤務をして、そこでさらに給与も受け取られてたと、給与を受け取る、そして、自分が経営する、会社の方から車も貸していたということで、まあ、本当にちょっと何かね、利害関係がどうなのかなということもあります。まあ、私もともとですね、この件を話をですね、持ってこられたのがですね、今、日本維新の会、無所属、市会議員団の、団長しておりますされております宇佐美健一議員がですね、もともとご自身が、森川議員の会派の職員をされてた時に、まあ、こういった、事実を、つかまれて、そして調査をされて、さまざまなところに相談をされていた、そしてその一環として私も相談があって、まあ、こういうことで、お聞きをしてるんですけども、この会社の代表者がね、ご自身の、身内である親族の関係者であるというようなことは把握されてるんでしょうか。この2点お答えください。高杉次長。あ、はい、すみません、正午回りましたが、このまま継続します。よろしく。はい、まず保有台数がたくさんあったということでございますが、そのこれはレンタカーだけではなく、森川議員所有の車についても調査をしたと、要はどんな車を持たれているかということの調査をしましたので、すべてがレンタカーということではございません。それ と、今事務所の職員が、どうかということでございます。これにつきましては、
森川議員の事務所の職員が、このレンタカーを借りた会社の代表だったということにつきましては確認をしてございます。ただそれ以上のことにつきましては、特にここで申し上げることはございません。豊田委員。ちょっとね、私、先ほど、5台の所有っていうのは、これは森川議員がされているということで確認をさせていただいて、今、確認させていただいたのは、レンタカーとして借り受けている、車の車両の所有者はきちっと、把握をされているのかということなんです。車両については、ホンダバモス、本件会社所有、この、監査結果報告書で私、質問させていただいているんですけども、ホンダバモスほか3台がこのレンタカーの対象になってたということなんですけれども、この3件の所有関係というのは、きちっとですね、この監査に対してお答えになられているのかどうなのか、そしてしっかりとそこは把握をされているのか、公的な資料でですね、車検証であるとか、廃車をした廃車の証明書であるとかですね、そういう保険であるとか、そういったもので確認をすべて3台ともされているのかどうかということについて、私はお聞きしているんです。高須理事長。失礼しました。確認できましたのはバモスだけでございます。その他につきましては確認する、するための資料提出がなかったために、車両番ナンバープレートであるとかそういったことの確認がなかったために、そこまでの確認はできておりません。豊田委員。ということは、この報告書には3台を、所有、3台のうち1台は会社所有というふうになってますけども、正確に言えば、会社所有ということが、実際確認ができているのは1台だけであって、その他の車両については、所有者がどうなっているのか、あるいはその車がですね、実在しているのかどうかというのも、確認はされていないという状況ですね。高須理事長。はい、その通りでございます。豊田委員。本当にこうした、ね、私部分、そして、先ほど、会社の代表者が、事務職員をされている点、事務職員として給与も受け取られ、そしてまたレンタカーとしても拠出をし、またそこに対しても、対価をもらわれているというとね、このちょっと私は政務活動費の透明適正な運用執行ということから言えば非常に疑義を感じる次第でありますし、監査の方でもですね、いろいろこの自動車の件も書いてあるんですけども、一方でね、このレンタカーを借りておられるときに、この平成24年25年というのは森川議員が大きくこの本会議委員会等々のね欠席をされてた、年でもあります。私が調べたところですね、平成24年度は、この本会議委員会等々の開催がですね、年間86回あって、そのうち、森川議員が出席をされたの62回、欠席が24回、そして平成25年度は、開会回数が165回あって、131回出席をされて34回、欠席をされてた。この平成24年に限って言えばですね、実に4分の1以上ですね、本会議または委員会を欠席されている。その中でですね、こうした政務活動の充実というのをですね、ある意味図っておられたということで、こうした点は監査でね、指摘をされなかったのかどうなのか、私は非常に違和感があるんです。私も議員にならせていただいて10年になりますけども、地方議会で京都府議会、京都市会で、本会議、あるいは委員会でね、欠席をされる議員さんっていうのは、私、ほとんど見かけないんです。むしろ欠席されたら目立つような状況で、20回も欠席される、もちろんこの間、ご本人がご病気をされてたということでもありますので、一方で、ご病気をされている中で、政務活動の充実っていうのがね、果たして、市民の目から見たときに、合致するのかなというと、私はそうじゃないんじゃないかなと。いうふうに感じますが、そういった点については菅さんの方で何かお調べになられたんでしょうか。高須理事長。はい、先ほど先生がおっしゃっていただいたような内容につきましては菅さんの方では調査をしてございません。今回は、この会社会社の方から借りた車両をですね、政務活動に使用していた事実についてある程度調査した中で、客観的に、少し説明が不足しているのではないかということで、
その政務活動費に利用し使用していた事実を客観的に裏付ける証拠の提出を求めたということはございますが、それに対する、十分な回答を得られない状況ではございましたけれども、政務活動の自主的な返還をなされたということでございまして、それ以上の調査はそこで終わっているということでございます。豊田委員、そしたら、監査という、ね、仕組みとしては、住民の方からの、こういう、監査請求に基づいて監査をした結果、この、その原因となるこのレンタカー代というものについては返還をされたから、返還をしたことによって一応その請求の原因がなくなったから、もうこれにて終わりだと、その資料が説明をされたとか説明をされなかったとか、そういったことは一切関係なしに、お金が戻ってきたらそのお金戻ってきさえすればいいという、原理原則に基づいてこの監査の結果を、監査の結果というか監査は終わられたという認識でよろしいんでしょうかね。高杉次長。はい、本件についてはもうその通りでございます。豊田委員、ただね、この監査のこの、この、報告の公表のこの資料っていうのはね、私は非常に拝見させていただくと、疑義の残る、部分だと思います。ご本人さん、維新と一緒にね、身を切る改革、あるいは、既得権益の打破っていうことをね、非常に強く常々訴えられておりますし、私も府会議員に、在籍した時に、京都市内の府会議員は、必要ないというようなことをね、議会でも発言されたりしてね、本当に非常に身を切らなければならない、あるいはしっかりと改革をしなければならない、改革の先頭を切っておられるという方が、本当にこの説明もなくね、返還をして終わりというのは、私は非常に疑問点が残ります。これをね、監査に申し上げても仕方がないのかもしれませんけれども、ただ、監査委員会事務局として、当然この、監査のね、この終わり方っていうのは非常に私は一方で返したから終わりであるけれども、尻切れとんぼというかね、はっきり言えばもう返したら済むっていうね、これ悪しき前例にならないかなと危惧してるんです。ここにいる私も含めて、全議員政務活動費として、公金から、政務活動を行わせていただいていますけども、じゃあ何かあればね、返したら済むっていうこととなのかなっていうとね、私はなんかそれは違うような気がします。そういった点ね、私は監査のやり方あり方っていうのはもうちょっと検討できないのかなと思うんですけども、その点いかがお考えでしょうか。高杉次長。はい、住民監査請求監査の制度につきましては、地方自治法に基づいて、実施をするということでございますので、なかなか先生のおっしゃるような形での展開は難しいのかなというふうに考えてございます。で、今回棄却には必要ございますけれども、調査の過程でありますとか、公表文の中に書かれておりますので、ある程度はそのあたりのことも明らかにされた部分もあるのではないのかなというふうには考えております。豊田委員。監査の報告として答えにくい部分かもしれませんけど、私は本当にね、これは本当に、ある意味で言えば昔辻元清美さんが鈴木宗男に、さんにね、疑惑の総合調査だって言われたんですけど、本当にまさにそういう一端を私は垣間見た気がします。本当にね、監査の方で、京都市には実害がなかったと、いうことではありますけども、本当にね、引き続き監査の適正な執行という形でですね、行っていただきたいと思います。またこの件について私もさらに疑義が生じた時にはですね、また折々に触れてですね、質疑をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げまして終わります。以上です。今の質問に関連してございませんね。はい、では最後、これにて監査事務局の質疑を終わります。ご苦労さんでした。もう消防まで行きますよ。次の消防局質疑に関しましては休憩せずに行いたいと思いますので、ご了承願います。消防局の理事者が参りますので、しばらくお待ちください。
それでは、消防局の質疑に参ります。よろしいでしょうか。それでは橋村委員の方から消防団の入団促進の取り組みについてのご質問、一般質問どうぞ。昨日有料消防分団有料消防団員等の、定例の表彰式がございましたので、ちょうどね良い機会かと思いまして、質疑の通告についてはですね、女性消防団員の防火安全指導隊についてとですね、先ほど消防団の充足率 100% で、これ一つ大きな達成やったのとですね、あと学生の皆さん方の加入促進、3つの項目について質疑をさせていただこうということでお呼びをしたんですけれども、ちょっと委員会の状況もね十分に忖度を積極的にさせていただきまして、まだ働き方改革の中のね職務執行という中でですね、ちょっと次回にできる質問についてはまたその項目を順番にしたいと思うんですけど、1点だけね、先ほど消防分団の充足率の 100%、これは13年ぶりに錦鯉以来ということで、大きな、私も消防団に入っているわけですけれども、なかなかその達成できない一つの偉業であるので、これだけちょっと質問だけしておきたいと思います。昨日そういう消防団のですね表彰式があって、いかに皆さんご尽力いただいているかということも、みんな出席をして感じたわけで、感謝いっぱいなんですけれども、そうした中で、先ほど区がですね、100% を達成されてですね、いろいろ新聞とか報告によりますとですね、永山電鉄に、消防団員の募集のラッピングをしたとかですね、機構分団を創設するなどをされたって、聞いてるんですよ。そんなことだけでですね、なかなか 100% 難しいと思うんですけど、もう本音のところですね、何が一番決定だとしてですね、100% に到達をしたですかね、そのポイントだけお願いしたいと思います。立ち入り部長。はい、昨日は消防団の表彰定例表彰式の方、お忙しい中ご出席いただきましてありがとうございました。ただ今のご質問でございますけれども、先ほど消防団の 100% にあたりましては、先ほど先生おっしゃったようにですね、新聞の方にも載ってございましたけれども、また走る広告と永山電鉄の的井号によるその広報活動、いろんなその取り組みをされたということでございますけれども、その一方ではですね、本当に地道な活動が行われたのではないかなというふうに聞いております。例えばですね、北部の山間地域に転入される方に対してはですね、消防団の方がすべてお声掛けをされて、また地域のその出初め式の方にはその転入者の方をですねお招きされまして、そこで消防団活動を見ていただくとか、また、先ほど全域では地域の行事に、団長自らがですね分団長の方に指示をされまして、消防団の活動をしっかりと見ていただける、そういうふうな機会をですね積極的に作られたというようなことを聞いております。こういったことがですね地道な活動が功を奏してですね今回の偉業を達成されたものというふうに考えております。以上でございます。橋村委員。地道な活動が功を奏したということで、結構みんなどこもですね積極的に消防団の加入促進でかなり行政的工夫をしていると思うんですけれども、地道な活動がということであれば、よその行政区も地道にもっとやらなあかんということですけれども、100% 達成されたのは事実でございますので、やっぱりそうしたものの情報発信ですね、その先をだけにとどめることなく、他の行政区にも波及をしてですね、そのアップを目指していかなければならないんですけれども、その辺のその情報提供とかですね共有の方法について何かお考えはありますか。立ち入り総務部長。はい、今回の 100% を受けましてですね、まず10月2日の日ですけれども、広報発表の方をさせていただきまして、先ほど先生の方からもお話ございましたけれども、11月2日の朝刊の方にですね、100% 達成のその記事を掲載していただいたということがございます。また10月末に行いました、消防団長会議、こちらの方でもですね、先ほどの 100% の達成に向けての取り組み、
まあ、そういったことをですね、しっかりと周知をさせていただきまして、まあ、この先ほどの取り組みがですね、取り組み等が、まあ、全市こちらの方で共有されるように情報交換等を図ったところでございます。以上でございます。橋村委員。まあ、もうちょっと聞きたいんですけど、まあ、もう忖度いたしまして、まあ、最後なんですけどね、まあ、昨日、まあ、いろいろと表彰され されましてね、まあ、優秀な団とかですね、団員さんとかですね、まあまあ、50年以上にわたって活動された方とかですね、我が赤坂委員長もですね、まあ、10年表彰、金属表彰でね、部長さんと表彰されておられるんですけれども、まあ、一方また対談された方々に対しても熱くですね、まあ、表彰という形で、まあ、本当にきめ細かくされているんですけれども、まあ、一方でね、まあ、このタイムリーなですね、この左京消防団の 100% というね、でまあ、それ一つの異業と捉えるならですね、やはりそうしたものをですね、もうちょっとその市長なりからですね、評価、ちょっと私挨拶ちょっとしっかりと聞けてなかったんですけども、その中で市長なり議長からこの問題は取り上げられたのかちょっと聞き逃したんですけれども、まあ、言って、そうした場でですね、評価するなり、やっぱり表彰なりに値すると思うんですね。そういうことをやっぱり心証必要じゃないですけど、ベリハリをつけてタイムにやっていかないとですね、まあ、昨日の和田は長年コロナあった方とか中途範囲はなしにですね、やっぱり柔軟にやっていかないと、もう気を逸してしまいますとね、ダメだと思うんですわ。あと今月消防団フェスタとかですね、まあ、年末12月には消防 団長激励の夕べですか、まあ、こうあるのでですね、私はどこかで言ってこの左京のことについてはね、表彰なり評価する中でですね、まあ、情報の発信の方法としてね、私は取り上げるべきだと思うんです。それだけ聞いて終わりたいと思います。立ち入り部長。はい、ありがとうございます。昨日のですね、表彰の方につきましては、消防団のその規定の中で、明記いたしました。表彰をさせていただいたわけですけれども、まあ、これまでのその長年にわたるご功績とか、まあ、そういったものをですね、称するというそういうふうなものが多ございまして、今議員がおっしゃいましたようなそのタイムリーに達成されました、そういった内容につきましては、まあ、表彰の対象とはなってございません。まあ、ただこの 100% 消防団員の確保が課題となる中でですね、達成されたこと、また今後市内の消防団に弾みをつけていくということで、非常にありがたいことだというふうに考えております。また今おっしゃった内容も含めまして、どこかの機会でですね、表彰をできるかどうか、そのあたり検討の方をしてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。よろしいですか。はい、この件に関連して他にございませんか。なければこれで消防局の質疑を終わります。理事者の皆さん、ご苦労さんでした。以上で本日の委員会を散会いたします。委員の皆さん、ご苦労様でした。引き続いて政府副委員長会議を行いますので、副委員長さんはそのままお残り願います。